はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスターでは、なんかいきなり一軒家のところに来て、マッシュが流された先ですねからやっていきたいと思います。誰だ、チョコボの道具屋さん、知らない人はいないよ。よそ者ですね。道具、品物が見たい。金は共有してんな。手裏剣があんじゃん。この葉隠れ、透明になることができる。影分身、こんなんあったっけ。羽付きボス、パクりまくったかんな。いっぱいある。とりあえず手裏剣買っとこう。安いね。めちゃくちゃ安いんだけど。今までの中で一番安いんじゃん。コスパ良さそうだな。この葉隠れ、3つくらい買っとくか。なんとなく。影分身。投げるで使う。なんかなかった気がするんだけどな。ちょっとポーション多めに買っとこう。回復薬があんまりいなそうだかんな。フェニックスの、テントはね、どっちかっていうとマジックパワーを回復させたいから、ポーションで我慢しよう。で、フェニックスの5個。まあ、5個あれば十分でしょ。で、この親父さん。時計の修理屋。5年10年あっち獣ヶ原。こいつまた来た。こいつは人んちの前で勝手に商売していいの？あの親父は行かれてそうだからな。旅のものか、はぐれてしまった。ナルシに行きたい。東の森を抜けたところに帝国が陣を張っている。ドマ城を狙っている。ナルシへ行くにはドマを抜けるしか道はない。気が変わったらいつでも抜ける。仲間にしますか？はい。俺はいつでも死神に追われている。これ抜ける条件ってなんだっけ。なんか戦ってると普通に抜けてくんだよね。金払うと金の分だけ戦うと抜けてくんだっけ。今回抜けてないかな。とりあえず一匹倒したところで大丈夫でしょ。どう考えても手裏剣投げてみよう。手裏剣400、めちゃくちゃコスパいいんだけど。強いな普通に。投げるってなかなかのロマンだよね。帝国軍かなり兵士が多い。知ってるか、あの話。警府会でも見つかったら大変。レオ将軍、我が軍から追い出して自分が将軍になろうと企んでいる。冗談じゃない。牢屋にぶち込まれてしまう。おいでなすと、早く持ち場に戻ろうぜ。きちんと見張ってるか、ケフカ様。ひどい目に遭わせてやるから。確かにこいつの下で働くとか相当ストレスたまるよね。隊長、そこの2人、ドマ城に対して突撃を行う。帝国兵って給料どれくらいなんだろう。突撃。何をどう突撃してんだ俺。何の作戦もないな。防ぎきれません。そうなの。全くそんな感じでは思えないんだけど。待たれよ。ここは拙者にお任せあれ。己の主君に忠誠を誓い、王国のために剣を振る一国の戦士、信ずる者を守るためなら死をも恐れぬ勇気を持つ男。開演。あの隊長さえ倒せば帝国軍を撤退する。行くでござる。勝手に引き連れられた。いやこれさ、どう考えてもさ、防ぎきれないようには見えないんだけど。カイエン殿は敵の隊長を倒してください。ドマ王国戦士カイエン隊長、必殺剣。あれ選ぶ式になってる。これいきなり出せんの。必殺剣決まった。結構なダメージを食らうな。
なんかもたもたしてたら普通に殺されるぞこれ。さすが隊長。ちょっと他の必殺剣とかも使ってみたいけど余裕がない今は。経験値くんね、ブラックベルト、いいもんもらったな。隊長がやられた、逃げろ。籠城して敵が疲れるのを待つ。犬がいる、宝箱がある、蹴飛ばす、叩く。いてててて、誰だそこにいるわ。確かに物音がした。にゃーん、なんだ猫か。危なかった、星のペンダント。犬全く機能してない。なんかどっか宝箱ないかな。あれ外出ちゃったよ。これ見つかったたらどうなんの、話してみよう。ゲー普通に戦った。やべ、窓アーマーがいる。すげえ。あ、そっか。いや、なんか失敗したっぽいな、今。メタルキック。キカ。ここではさすがにシャドウ、はぐれないでしょ。オーラキャノン。普通にいけるし。手裏剣。弱い。弱いって、敵がね。ゲー経験値くんねんだけど。まあいい、蹴散らすのみ。なんもねえ。この箱の中とかもないな。お、機械がある。両将軍、ロマの者は籠城戦の構えです。お得意の戦法、城を攻める心構えはできている。今ドマン攻め込んだとしても無駄な犠牲を多く払うだけ。帝国のためなら私はいつでも命を落とす覚悟はできています。もうアランダ出身だな。家族がいるだろう。この私にお前の剣を持って家族のところへ行けというのか。無駄に命を落とすな。レオ将軍、ガストラ皇帝からの伝書バトです。伝書バトでやってんだっけここ。そういえば何、皇帝がお呼び。全てお前たちに任せたぞ。これ普通の兵士に頼んでるよね。もっと右腕的なやついないの。レオ将軍がいなくなったらこの川の水を毒に変える。触れただけで即死。皇帝からお呼びがかかった。本国に戻ります。お前さんより手っ取り早くやってやるよ。卑怯な真似だけはするなよ。まるで意見が合わんな。一個ぶりやがって。毒は用意できたか。土間町内には我が国の捕虜もいる。そうはいかない。警部か。まあ手裏剣はやっておくか。これやればさ、いけ、一発で終わった。ちょっと待って、調べたいものは調べたい。アイテムはないか。こういう箱の中とか一応調べておこう。もうここなくなっちゃうと思うからね、イベントが終わったら。ケフカ何してんだろう。あそこで突っ立ってて、兵士も兵士でこんな目の前にいてさ何にも反応しない。あ、だからわかる、ミスリルの固定モンスターなんで。あ、こいつね。それは納得できる。見つかったってことだから。メガバーサク？え？何それ？集
手裏剣もクリティカル、あ、これは特攻でやるのかな、マドレザー185、やべ超強い。これ手裏剣で仕留められなかったらまずいぞ。あ、やっぱクリティカル出てんな。ミサイルいくつ食らう、40、あ、これは大したことない、強い。普通に敵が何もくんねえし、グリーンベレー何も入ってない。これはあれか、シャドウ用の装備を手に入れたっていう。くない、バックな装備できんのこいつ。何かが下がるわけじゃないよね別に。じゃあ縦装備させとこう。で頭はグリーンベレー、マッシュって何として羽根つき帽子になった。あ、ブラックベルト、ブラックベルトはちょっとつけとこうかな。中の子こんなもんだったっけ、警部か、どっちから来たんだっていう。これ手裏剣投げるまでもないよね、危機感。早速役に立ったバックラーが。待てと言われて待つ者がいますか。いつまでもお前の相手などしてられるか。こいつに押し付けるんだろうな。あとお前が何とかしろってひどすぎる。しかもいっぱいいるし、カトンの術とかそういうのないのかな。強い、マジで反撃が強すぎるんだけど。マッシュはあれだよね、縦装備してても特にって感じかな。攻撃力はそんなに高くない。手裏剣が強い、普通にコスパ良すぎる今回の手裏剣。何百もの悲鳴のオーケストラ、これ流してる自分は大丈夫なの。これこっからさ、上流も下流も両方さ色変わってるけどさ、なんでカイエン殿、動きがあった。水の色が、これこの上にいる人たちもさ、なんかこう毒に当てられるあれが分かんないんだけど、風とかは関係なくない？だってカイエンとこの人無事だからね。あの人はやばいね、完全に水に浸かってるから。これは毒、陛下をお守りせねば。早く陛下のもとへ。やられている、しっかり。お主はカイエン、目をやられてしまった。お主の顔も見えぬ。私の父上の頃からドマ王国を守ってきて感謝している。すまん、国を守りきれない、家族が心配。もうダメだ、城の中には生き残った人がいるかもしれない。だってカイエンと一緒に生きていたあいつはなんで無事なの、超謎。ミナ、しっかりするんだ。シュン、シュンちゃんは何歳なの。かわいそうに。宝箱があったけど取れなかった。カイエン、敵だ、配置につけ。
敵でござるか。弾き出された。間に入ったのはまずかったな。一人一体だ。関羽めちゃくちゃ前にいた。全部攻撃を引き受けたの。あ、だから大丈夫だったのか大丈夫じゃなかったのかが分かんないんだけど、なんか俺の中ではダメっぽい。結局分かんなかった。今度はこっちか。なかなか手強い。ソルジャー変わってねえし。まあ一人一冊できる力はある。まとめて面倒見る。あ、士官がいる。アックスが強いんだよねやっぱり。インターセプター待っていいよ。インターセプターが一番強い。ポーション片付けない。フィガロ王国のマッシュ、ひとまず逃げよう。このままでは立ちに無勢。敵の大軍がいい考え。シャドウは自分で探しに行ってっかね。世話が焼けるなってさ、マッシュはなんでむしろ動かし方を知ってんの。引き殺してる。突破するぞ。どっちへ突破するのこれ。来た。マドワーマー。ヒットポイントは減ってんな。ファイヤービーム。何もくね。ハイポーションだけ。一応回復しておくか。あそこにマドワーマーが配置されてる。え？結局こっちに行くんじゃない？しかもバックアタックになってるし、なんで？真正面から行ったのに。一応反撃するんだ。さ、帝国兵よりこっちの方が連動が高いの。超謎なんだけど。いけねえし。あれどっから出んのこれ。この中で帝国兵、マドアーマーに乗ってない人たちってやっぱり位が低いのかな。一応上半身はそのまま生身で飛び出てるからね。え、来た道戻んのこれ。こいつしかもどっから来た。またバックアタックだし、よくわかんねえんだけど、完全に正面から来たよね。これケアルビームだっけ。なんか回復できるやつなかったっけ。オートにしちゃってるからちょっと分からんけど。ナッシュじゃない、ナルシェにはどうやって行くんだ。なんてガラクタに用はあるだろう。乗ってた方が絶対いいっしょ。ちょっと回復しよう。ポーション一気になくなんな。これ50しか回復量がないからな。これなんかある。なんもない。あ、ここがあれか、ドマ城か。あれ、立ち入り禁止だ。毒はでもまだあるよね。これこの状況で怪異が何にも言わないのがまたすごいな。立ち入り禁止だとか言われてさ。ちょっと待って、これさ、シャドウはやっぱりあの外したくないんだよね。これ逃げらんねえかな。こっち側にシャドウだけ逃げてった。これ FF6 は個別に逃げてくからね。
反撃。これってさ、あ、そうだよね、マッシュだけに入るわ。で、こっちの森か。森に入っちゃえばもう大丈夫でしょう。さすがにここでは抜けないよね。先制攻撃で、手裏剣まだ40個あんな。全然大丈夫で、ちょっと反撃を行う。トラ、ためが長いか、やっぱり。なるほど、そういうことか。今ヒットポイントが少ないから、これ普通にやった方がいい。1、え、ちょっと待って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 、何、こっちみたいな矢印が書いてある。回復、こっち。誰が立てたんだ。あ、待って、必殺剣になっちゃう。で、こっちこっちあっちみたいな。あ、なんか最初に戻ってきたっぽくね。やっぱそうだな。ファイヤー結構食らうね。じゃあおとなしくこっちへ行くか。で、無限列車ボロイ。プラットホームに列車、戦火に巻き込まれてないドマ鉄道、生き残りがいるかもしれない。いや、ここにいる住人は誰一人死なせはしない。外をうろついてるだけじゃダメ。なんだここは。マレッシャ、動き出した。挟み撃ちになってる。スリップタッチ、反撃結構いいな。やっぱりトラ、ちょっとトラになってんだよ。だから36とかゴミすぎる。肝炎なんか普通に攻撃でいいや。外に出るのが先。あかね、遅かった。この列車、魔列車、死んだ人間の魂を霊界へ送り届ける。霊界に案内されてしまう。戦闘車両へ行きましょう。襲ってきたゴースト、やべ、魔法使われると結構減るよな。ファイアウォール、やった時間よ止まれ。これストップでしょ。ゴーストとかなんかこんな強えの。シャドウが本当に死んでしまった。マレッシャで蘇らせなくては。フェニックスの貴重だからな。ハイポーションで一気にいっちゃおう。カイエン、ヒット率高いな。これ全員襲ってくんだっけ。なんかシカトした方が良さそうだな。手裏剣なんかもう惜しみなく使っていいかもな。まだファイアウォールマジで強い。手裏剣も強い。こいつら美味しい？なんかあんまり美味しくはないな。ダメージ量がでかすぎる。仲間になる幽霊とかいたよね。なんかわかんない、あいつ動いてないけど。敵が多い時に先制攻撃はマジで助かる。どない、近づく牙の人も。え、ちょっと待って待って待って、キバって誰に行くか分かんないよ。まあまあまあ強いな。でもグラビル使ってくるのか。これ半分減るっしょ。
こいつは？なんだこいつ？仲間にする。なんだこの幽霊。何両目だ今。あ、逃がさん。ゴースト3体すで51、全く戦力になんねえ。キバファイアウォール、やべえ。ファイアウォール食らうたびに回復させなきゃいけないかな。何だったんだよ、ニガさん。ニガさん、ニガさん、逃がすな。いっぱいいる。これジャンプできる。修行の成果を見せるとき、シャドウは何でもこなせるよね。これ幽霊いるんだ。なんなのこれ。幽霊だから関係ないっしょ、そりゃ。車両切り離す。車両ってそんな簡単に切り離せんの？ここに都合よくスイッチあるけどさ。さようなら。まあ、誰も乗ってなかったしね。これあっち側って言っていくの。そのまんま、いや、いけんねんだけど。もう一回スイッチ押すのかな。ガッチャ開いた。超謎。オーバーソウルとかなんか強そうな感じだ。恐怖の視線、視線など効かん。あれ、これってもしかしてさ、あいつ仲間にいることによって経験値減ってる？ 4 等分になってる？ 3 等分だったのが。手裏剣マジでクリティカル出るっていうのがいかれてるよな。まあ、とりあえずセーブポイントに来ましたので、今回はここで終了して、次回マレッシャから、進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。